ダメだ。瞑想は最強の覚醒ツール。ありのままを見て今っちゅう愛に目覚めようぜ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 はははははは、笑うて笑うて腹から笑うてまんまの今を笑い飛ばしたってエブリバディ、チャラいのに悟りを広げ、真理ドゥンズバドゥ真ん中、愛はまっすぐ届けるけど顎は曲がっちょるよっつってね、いつもと逆になっちゃったっつって、顎は曲がっちょるけども愛はまっすぐお前さんのハートとあそこにお届けするよっつってね、チャラ悟りました。ヨッピータカピ、ヨッピカータカピロ、ヨッピ参上だよ、ワオワオワオっちゅう感じで、さっきここに猫が乗ってて、やった録画のチャンスと思いきや逃げてっちゃったっつってね、寂しいよっつってね、何ですかこれみたいなね、そんな感じで今日も愛するお前さんとのドンズバ心理ドゥ真ん中トークを一緒にエクスタシーしてお送りしていこうかなっていう感じなんだけども、あのね、今日のテーマはもうドンズバすぎるんだけども、最強の覚醒ツールとは瞑想であり、瞑想とは最強の覚醒ツールだかんねだかんね、メッチってね、言い直しただけ、ね、逆から言い直しただけ、さっき顎の下りも逆になっちゃったからここも逆にしてみたみたいなね、そういうこと。最強の覚醒ツールは瞑想なんだよつって、で今日は瞑想はなぜ最強の覚醒ツールなのかっていうのを改めて分かりやすくお前さんにお伝えするから、もう最後まで聞いて、やあ私言ったらもう瞑想したくてもうたまらなくなっちゃったっていう感じに、して差し上げますんで、よう最後まで聞きらっちょう、めっちゅう感じで、楽しんでやっておこうかっていう感じなんだけども、あのね、瞑想っていうのはもう覚醒の、まあ、ツールって言い方を分かりやすくしたけども、覚醒そのもの、目覚めそのものなのよね。じゃあ何に覚醒するの、何に目覚めるんですかっていうのであれば、それは今だよっつってね。この今っていうのは過去、現在、未来のこの現在を指し示す今ではなくて、永遠の今だよっつってね。何よっぴ、永遠の今っつってね、そう感じたかもしれないけど、そこはここからねちょっと具体的に説明していくんで、違う言葉に置き換えるんであれば、今っていうのはオープニングでも言った通りで愛なんだよっつって、だから瞑想っていうのは愛に目覚める、覚醒するための最強ツール、なんだかんねだかんねだかんねめっちゅってね。でもう一言言うんだったら、愛っていうのは神なんだよ、オーマイゴッド、だからお前っていう神に目覚める最強ツール、なんだかんねっつって。じゃあね、ここからちょっとね踏み込んでお話ししていくんだけども、あのね、瞑想の本質、基本ね、これを間違えちゃうと変な方向に行っちゃうのよ。だからいろんな瞑想があって、別にいいと思うのね、いろんなその目的手段のためにある瞑想ってあるじゃない。なんかその消化体を覚醒するとかさ、なんかすごい力をこう自分の中から発掘するみたいな、あのね、ヨッピーはそれを目的手段とした瞑想をシェアしてるわけじゃないのよ。あのね、瞑想することによって何かその人の潜在的な能力が覚醒したりとか、才能がね引き出されるってことはもちろん全然あるのよ。もう大いにあり得るんだけども、それは副産物なのね。ここすごい大事なのよ。だからヨッピーがシェアしてる瞑想法っていうのはもうドンズバ心理そのものの目的手段のための瞑想じゃなくて、もうそのまんまで栄養っていうところにこうくつろいでいく瞑想というか、いやそのまんましかないやないのっていうことに本当にこうリラックスをしていくっていう瞑想なわけね。でそのくつろいでリラックスが深まれば深まるほど、お前さんの体の中にこう詰まってた停滞してるエネルギーが循環して、それがね解放されるとともに、いろんなその、まあ、力みたいなものがこうね、うわーってこう解放されたりとかさ、あとはこうまあ人によっては病気が治っちゃったりとかね。でもそれを目的にしてないんで、そういう話はちょっと今日はね横に置いときたいわけですわ。じゃあね、ヨッピーがお伝えしている瞑想っていうのは何なのかっつったら、もういつも言ってる通りなんだけども、ありのままをそのまんま見つめるよってね、これこそが基本のもう本質の瞑想なんだかんねっつって
じゃあこれをねやっぱしていく瞑想って本来はするっていうことじゃなくて行為じゃなくてただあるっていうことなんだけども、言葉を使う以上ちょっと分かりやすくねやり方みたいにこう説明をするしかないんだけども、瞑想をしていくとどんな感覚がどん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 蘇っていくんですかっていうところなんだけども、それはね最初にお伝えした通り本当の自分の視点っていうものを取り戻すわけ。それが今っていう視点、愛っていう視点、神っていう視点なんだよっつってね。じゃあ今愛、神っていう視点、それはどんな視点なんですかなんですかっていうのであれば、絶対的な視点だよっつってね。絶対の逆は相対だかんねっていうことなんだけどもね。相対っていうのは比較対象がある、そういったその視点だよね。で絶対っていうのはもうそれしかない、その本当に絶対的な永遠の視点、永遠の視点のまあ反対側にあるのは永遠じゃないっていうことだよね。この神羅万象、宇宙のさ、いろんなことが起きては変化していく永遠なものなんて何も一つないけど、その永遠なものなんて何一つないところを見ている永遠なる視点が今であり、愛であり、お前こと神の視点なんだかんねっつってね。それこそがお前の本当の、まあ、視点なのね。だからお前が今であり、お前が愛であり、お前が神なんだかんねっていうところを、こんなおべんちゃらじゃなくて脳書きなんていいから、もう脳書き言ってるよってもうぶん殴っちゃって構わないんでね、ぶん殴るのは勘弁してって話なんだけど、どっちやねみたいなね、それはもう横に置いておいて、ただ本当にあって、それを見ていくと、あ、本当にそうやないかっつって、でこの宇宙はね、もう神羅万象、今言ったように絶えず現れては変化して消えていくっていうことが起きている、永遠なものなんてない、ただ永遠なものなんてないっていう世界を見るには永遠なものがなければ見れないんですよね。わかる？何一つこう変わらずに動かずにね、それを見ているそれそのものっていう視点がなければ、このね絶えず現れて変化していく永遠のない世界っていうのは見ることができない。じゃあその永遠なる視点ってどこにあるんですかっつったら、ずっとここにあったよっつってね、それがもう時間と空間を超越している今ここっていうね、言葉で伝える人もいれば、あとは量子場とかね、ゼロポイントとか、そんな言い方をしたりとか、もういろんな言葉がありますよね、空とかね、その視点、それをまあヨッピーは今愛とかね、神とかで、もっと分かりやすい言い方であれば、もうずっと今しかないでしょっつって、で確かにねこの現れては絶えず変化していく世界はね、一瞬前がさ、なんていうの、今として起きている間にもう次の瞬間が今に切り替わってるから、こうさ繋がってるように感じるかもしれないけど、けどね、それは記憶がただ繋げてるだけであって、本来は今しかない。だから、今とか愛とか神っていうと、なんか今だったら現在とかね、愛だったら愛するとかそういうことでしょとかさ、神だったらなんかすごい神々しい、光子の存在でしょみたいな、なんかイメージが伴っちゃうから、だからそれをね、悟りとかの世界では、もっともっとシンプルにね、抑えた言葉として、それとかね、これみたいな言葉で伝えてるわけ。ね、だからヨッピーは、それ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 、それなーってよく言ってるでしょ？ね、そういう意味もあるんだよっつってね、これだよっつってね、これだかんねっつってね、それ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 、これなーっつってね、それが絶えず今、この瞬間に起きているそれであって、それしかないわけ。ね、それをもう体験するのは瞑想しかないわけよ。ね。確かにさ、その何か物事に集中してる時にゾーンに入るみたいなね、スポーツ選手とかが、スポーツ選手じゃないにしても、何かこう、極度の緊張とリラックスがね、同時に起きた時に、うわ、なんかもう全部スローモーションでなんか止まってるみたいなね、そんな不思議な体験をするとかっていうね、あとはその悟りの覚醒一別体験とかさ、ワンネス体験みたいに言われるのも、そんな状態だったりとかね、するわけなんだけども、そんなね、すんげえことじゃなくて、常にそうだよっていうところに、まあ、気づく、立ち戻るのが、まんまをまんま、ありのまま見る瞑想だかんねっつって。で、それがね、まあ、結果的に深まってくると、あ、本当にヨッピが言ってる通りで、
まんましかないじゃないか、それしかないじゃないか、で違う言い方したら今しかないじゃないか、愛じゃ愛しかないじゃないか、全部噛み合ないかつってね、みんなで一つ全部噛み合ないかつって何でもないところに立ち戻ってくる、それを本当にこう体験させてくれるのは瞑想なんだよっていうことがね、今日はお伝えしたいわけで、やっぱりさ、それって脳ガキじゃなくてもう座るっきゃないから、だからね、ヨッピーは明日ね、金曜日ですよ、明日はね、22日の金曜日ね、でその後も月金毎朝6時25分から7時ちょい過ぎぐらいまで、まんまをまんま見るまんま見や瞑想会をこのお前ことチャンネルでライブ配信するよ、ワオワオワオつって、でね、こっからちょっとまたドヤ顔でヨッピーが説明しちゃうんだけど、話しちゃうんだけども、ヨッピーの瞑想会はマジヤバいかんねっつって自分で言うなよってね、ツッコミが入っちゃうかもしれないけども、これはもう自他ともにね認めている素晴らしい瞑想会で、でヨッピーはいろんな瞑想法を学んできましたね、でいろんな瞑想法を学ぶ中で、あ、素晴らしいなってどれも思うんだけども、やっぱりその本質にね目覚めるっていう上では、ありのままを見るっていう、釈迦パイセンがやっぱり悟りを開いた、あ、ヴィパッサナ瞑想がね、ありのままを見るっていう瞑想、それそのものなんで、そこがやっぱりもうベースにないと、やっぱおかしな方向に行っちゃう、なんか変な能力を覚醒するって目的になっちゃうと、なんかそれが覚醒しない今の自分はダメみたいな感じになっちゃうと本末転倒中なんで、そうじゃなくてもう本質、それそのものをヨッピーのセクシーボイス、セクシーボイスで誘導するよつって、しかも文言もね、無駄なものを削ぎ落として、こう内側から湧いてくる言葉を紡ぎ出して、お前さんを真理に導く、そういった誘導をしていくよつってね、こんなおふざけしてるくせにスーパー本格的モノ本の瞑想会なんだよつってで、あ、マジだから、うん、笑いながら言ってるけどこれマジだからつってね、これはもう本当に論より証拠で、やってってもらえれば、で1日やったぐらいで何か変わるわけじゃないし、最低でも、まあ、できれば毎日3ヶ月はやってほしいわけね。で瞑想だけしてればいいわけじゃないの、日常でもありのままを見てね、感じて生きるっていうね、もっと分かりやすい言葉で言えば、どこまでもハートを広げて素直に生きるっていうことが何よりも大事だよっていうことを実感しながら、日々日々にね役立ててもらえたらなっていう感じなんで、でさらに言うんであれば、ヒーリングをしてるわけですよ。ね。ヨッピーの、こう、チュッチュッってね、高次元調律っていうこのヒーリングは、なんと一瞬でハートを爆開きして、爆を広げして、頭、思考ね、思考と体、ね、感覚ですよ。それと意識、で、もっと言うんだったら、感情も広げて、ハートを広げて、すべてを一つに調和、さらには、そのね、この頭と感情、体をハートを広げて、一つにするだけじゃなくて、この宇宙全体とも一つにするっていうね、そういった、すんげえパワフルなヒーリングなわけ。で、なおかつ、ね、まんまをまんま、見るっていうことをね、全然深めてない人たちでも、それがこう、深まりやすいように、リゴットヒーリングっていうね、エネルギーがどん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 循環していく超絶パワフルなヒーリングも提供して、でなおかつなおかつまだ行くよっつってね、あのやっぱりこう見えてもちゃんと発声のトレーニングを受けてるわけね、聴力トレーニングも受けてるわけで、その周波数みたいなものをちゃんと聞き取って、高周波ね、視線の中にせせらぎとかさ、こうそよ風とかね、波の音とかさ、川の音とかさ、そういう風の音とかね、そういった中に多分にね含まれてる、たくさんっていうね、多分ってわかるって知的な言葉使っちゃって申し訳つってね、多分に含まれている周波数をキャッチして、こう音に出す、しかもその腹の本音の周波数と調和してハーモニーを奏でる骨動ハミングっていうものも、その30分間の瞑想会の中の10分間ね、真ん中の10分はそれを提供してるんで、そこをねこう右耳の高いところで聞きながらやってもらえると、もう覚醒がもうどん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 進んじゃう、まあ、覚醒なんて言い方すると大それた言い方になっちゃうから、まあ、まんまのね、まんまに目覚める、今に目覚める、愛に目覚める、神に目覚めるっていうことね、でこの
絶対的な視点と相対的な、そのね、見てる視点と見られてる視点ね、見てるものと見られてるものっていうのは分離がないんですよ。ここもね、二つで一つ、これ分かりやすい例で言ったら、ヨッピーが今話してることを聞いてるお前さんがいないとこれって成立しないでしょね。話してる、声を出してる側と音をね、キャッチしてる側の二つがあって一つじゃない。それと同じなのよ。だからこの見てるね、永遠なる今、ね、常に延々もうずっとただただ、もう微動だずにせずに、そこにただあるっていうね、その意識と、この絶えず動いている世界っていうのは、二つで一つなんだよっていうのが、もうその瞑想そのものなわけよ。それを深めれば深めるほど、ピットツーつってね、すべてピットツーつってあるがままでいいよつってね、そんな感覚になってくる。で、それが深まるとヨッピーが YouTube で喋ってることがすんげーよくわかるようになるから、頭でわかるんじゃなくて腑に落ちるってやつね。で、腑に落ちてけば落ちてくほど楽ちん、ありのままあるがまま素直にどこまでも生きていけばいいんだっつってね、自分の人生をどこまでもエンジョイしていくぞっつってね、自分を変えるんじゃなくて、このありのままの自分としてハッピーにどこまでもなるかんで、ワオワオワオって感じに本当にね、なっちゃう。エクサシー行っちゃうから、行きまくっちゃうからね。ハートを開くにはどうしたらいいですかとかね、いろんな質問 LINE とかでもいただくんですけども、思考が強い時はね、どうしたらいいんですかってすごい方法論に言う、なんかどうしてもそっちに行っちゃうんだけども、まあ一言で言うんだったら、座れ座れーっつってね、まずは3ヶ月間座れーっつってね。で、アーカイブ使ってもらって全然構わないんでね、週2回配信するけど、その後はさ、配信がない、曜日っていうのはそのアーカイブを使っていただいて、で、なおかつ瞑想ね、30分間も座れねえ私っていう人は聞き流しておいてもらっても全然、そのヒーリングとかね、その音のね、ボイス、セクシーボイスの効果あるから、自分の体の声を聞きながら無理なくやってってみてっつってね、絶対に変化起きるから。もうそれはタイミングを迎えた人がこのチャンネルに来て、そのライブ配信の瞑想を受けるっていう風になってるから、そうやって意図されてるから、そのためにお前ごとチャンネルにヨッピー戻ってきたからっつってね、ドヤ顔できてる、それでもできてない。そんな感じで今日の動画ね、細かく説明したんでまとめるまでもないと思うんで、もうまんまをまんま、ありのまま見る、まんま見や瞑想ね、明日22日朝6時25分からこちらスタートするんで、ぜぴぜぴ参加してくれよなっちゅう感じで、やばいね、行っちゃったね。そしてこれからもどんどん一緒に行きまくっちゃおうねっちゅう感じで、ご紹介しちゃおうか。オーマイゴッド、お前が神だぜ。お前の宇宙、お前の世界、お前の現実を作ってるのはお前という神、そしてお前という神は今であって、愛そのものであって、この宇宙も愛、今、神そのものなんだからねっちゅう感じで、ワオワオ、どこまでもまんま行っちゃおうぜ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくな。バーイ、チャオ、明日待ってるぜ。